回クイズってあるでしょ。10回クイズある。あれちょっと自分なりのやつ考えてきたんで、ちょっといっぺん出させてほしいなと思って。ああ、やってみたい。ちょっと出して。じゃあプロって10回やってくれへん。じゃあ、プロ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 。夜寝る前に入るのは、フロブフトン。ちゃんと面白い。クイズとしてちゃんと顔しれっとしてる。別に普通ですけども顔してる。じゃあ次行くで。じゃあ猫って10回言って。猫猫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 。桃太郎が最初に出会ったのは、犬。おじいさんとおばあさん。面白い。ちゃんと思って。もう顔は腹立つ。イライラする顔してるもん。じゃあ次行くよ。あ、まだあるの。じゃあキャンパスって10回言って。キャンパス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 。角度を測るのは、コンパス。分度器。ああ、面白い面白い。ああ面白い。あ、その顔もね。あ、いいね。じゃあ次行くよ。まだあるの。じゃあ波線って10回言って。ないけど、まあ、ほなもうええわ。